三子山古墳群王子山古墳群の一王子山古墳群は滋賀県大津市西寄りにある古墳群国の史跡に指定されている滋賀県南部琵琶湖西岸の三子山と称される独立丘陵に築造された古墳群である前方後方墳一基円墳一基の計二基から構成されるがこれら前期古墳とは別に一体では 後期古墳の映像もあったと推測される。これまで1964.1970年に発掘調査が実施されたほか、現在は公園として整備、公開されている。2期の古墳域は1974年に三子山古墳の名称で国の史跡に指定された。なお、古墳群の東南では、後世に大見大津宮が営まれている。 三子山一号墳は丘陵の最高所に位置する三子山湖墳群の主墳。形状は前方後方墳。墳球主軸を南北方向とし、前方部を南方に向ける。墳球表面では吹石が認められる。墳形は東側が極端に開き、吹石も東側面の方が西側面より丁寧に吹かれることから湖からの行望を意識した作りとされる。 主体部の埋葬施設は、後方部に4基、前方部に1基が認められるが、未調査のためつまびらかでない。この、三子山1号墳は、古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と、推定される。滋賀県域の古墳としては、類例の少ない前方後方墳である点、早い時期の築造の点で注目される古墳になる。被葬者は明らかでないが、和西との関連を指摘する説がある。 一号墳の規模は次の通り。三小山二号墳は一号墳から北東の丘陵斜面に位置する。形状は円墳で直径約20メートルを測る。発掘調査では墳球裾で溝が墳球状で渡航三基が検出されている。築造年代は古墳時代前期の三世紀末頃と推定される。ありがとうございます。